知床の観光船沈没事故で、一貫本部は逮捕された運航会社社長が天候が悪化する恐れがあることを認識しながら出航判断をしたとみて捜査を進めています。捜査関係者によりますと桂田誠一容疑者はこれまでの一貫本部の調べに波浪と強風の注意報が出されていたのは出航前に分かっていたが以前から注意報なら船を出していた。 当日は豊田船長と海が荒れたら引き返す条件付き運航で出航し船長の判断で戻ってくると思っていたという趣旨の供述をしていることが分かりました知床遊覧船の安全管理規定では出航当時の天候条件では出航中止と定めていて一貫本部は桂田容疑者が運航管理者としての義務に違反し船を出航させたとみて捜査を進めています